エウフラシウス聖堂、エウフラシウス聖堂、クロアチア語、ユフレジアイエーバ・ベシリーカは、クロアチア、ポレッチにあるカトリック教会の聖堂、バシリカ。聖堂から離れた再起保管所、洗礼室、近接した大司教邸宅の手老などを含む監督司教の複合施設で、この地域における初期ビザンティン美術の修例の一つである。その稀な価値から、 1997年にユネスコ世界遺産に登録された。初期の聖堂はパレンティウムの聖マウルスに捧げられたもので4世紀半ばに遡る。礼拝堂から続く床のモザイクはもともと広大なローマ時代の邸宅の一部であったもので現在もこの邸宅は教会庭園の中に保存されている。この礼拝堂、オートリアムは すでに四世紀中に拡張されて、本堂と、側廊、ベジリーケイゲミナエ、からなる教会の中にある。床にある魚のモザイク、魚は、キリストの象徴であるはこの時代からのものである。ローマ皇帝、バレンスの肖像が刻まれた効果が複数同じ場所で、見つかっていることから、これらの日付が確定された。現在の聖堂は、聖母マリアに称号を与えたもので、 エウフラシウス市教時代の六世紀に建設された。破損してしまっていた旧聖堂のあった場所に五百五十三年から建てられた。建設のためにかつての教会の一部が用いられ、切り出された大遺跡がマルガラ海の沿岸から輸入された。壁のモザイクはビザンツ人の親方によって制作され、床のモザイクは地元の職人によって制作された。 完成には10年ほどを要した。自らの手で教会を所有していたエウフラシウスは、工人状のモザイクの一つを描き、次に、セーマウルスを描いた。聖堂は6世紀の八角形の洗礼堂、近接した16世紀の首郎、中郎で囲まれた中には、平板の破壊師と考古学上の中世の発見物を含む、監督司教の6世紀の邸宅、 奉納礼拝堂からなる複合物の一部である。二つの足廊は、十八ある優雅なギリシャの大理石製列中、ビサンティン様式とロマネスク様式の中刀が豊かに彫刻され、動物を描いた装飾で飾られているによって、振動から区切られている。列中には、すべて聖エウフラシウスのモノグラムが含まれている。中刀の間のアーチは、化粧漆喰で装飾されている。 教会の家屋も貴重な聖なる対象で、コキリスト教、ビザンツ、中世からの異なる美術作品からなる。法能礼拝堂は、祭起保管所の隣にあり、聖マウルスと聖レウテリウスの聖遺物を所有している。最も目を引く聖堂の呼び物はそのモザイクで、六世紀からの、ものである。世界でも優れたビザンティン芸術の一つだとされている。 後人上部の外線アーチにあるモザイクはキリストを表している。キリストはエゴスムルックスベラ、私は真の光であるという文の書かれた開いた本を手にしている。キリストに伴われる人たちは誰もが付属物を持ち、上部のアーチにはモザイクで描かれたメダル、神の羊と十二人の女性殉教者たちの肖像を刻んだものが含まれる。後人上部のボールと ドーム型まる屋根は聖母子のモザイクで装飾されている。聖母子は天井の王座に座り、父なる神の象徴たる手の下にいる。これは初期キリスト教の聖方教会において唯一現存している聖母子の描写である。聖母は天使たち、教会の模型を持つエウフラシウス司教に両側を囲まれている。また地元の聖人たち、初代イストリア司教座、 初代ポレッチ司教である聖マウルス、女祭長クラウディウスが描かれている。エウフラシウスとクラウディウスの間にいる子供は、女祭長の息子、エウフラシウスという説明書きがある。背景の草地に立つすべての肖像は、花で覆われている。後人の窓の両側にあるモザイクは、受胎告知、左側と、聖母、マリアの訪問、右側を描いている。受胎告知のモザイク画では、 天使が告知を暗示するように右手を上げ、左手は告知者、メッセンジャーとしてのシンボルである杖を持っている。マリアは紫がかった青い服を着て、ベールをかぶっている。彼女は左手に紡ぎ糸を持つ。他方のモザイク側、聖母マリアが、聖エリザベタ、先霊者、ヨハネの母を訪問する図が描かれている。どちらも飾り紐のたくさんついたケープをまとい、 同時代の聖職の制服を着ている。小さな女性像が家のカーテンの影から見える。三つの小さなメダルは洗礼者、ヨハネ、ゼカリア、天使を描写している。これら大きなモザイクが受胎告知、聖母、マリアの訪問の間にあるモザイク側、降臨を抱く若いキリスと殉教者の冠を被った二人の殉教者を描いたより小さなモザイクである。 北側工人には、双子の殉教者聖、コスマスと聖、ダミアヌス、そして、南側工人には聖、ウルスス、または別のラベンナ詩教、セベルスのモザイクがある。工人の正面兵器は、エウフラシウスと彼の業績への称賛で埋め尽くされた、狭い装飾体模様で縁取られている。工人の低い部分は、青貝を化粧張りした平たい石板で装飾されている。 これらの一部は初期のハメイタ材からもたらされた。正面壁は11の異なる装飾からなる21の壁地からなる。中央部には司教の冠が立ち、食材が両側に並ぶ。法人は大理石製の天蓋がその空間を占めている。天蓋は1277年にポレッチ司教をオットーの命でたげられた。 モザイクで飾られた天外のひさしは、以前にあった6世紀の天外に用いられていた4本の、離石製支柱で支えられている。天外のひさしの正面は、受体告知の図が描かれている。15世紀、司教ヨハン・ポレカ人、ヨハン・ポーコンは、イタリアの工房に依頼して、銀張りされた祭壇のアンテペンディウム、前飾りのためルネサンス様式の浮き彫りを作らせた。ベネツヤ画家、 アントニオ・ビバリーニの多翼祭壇画は同じ時代からあるものである。パルマイル・ジョバーネ作、最後の晩餐はバロック時代の作品である。陶器など観光オフシーズンには無料で聖堂見学が可能だが、夏季のピークシーズンでは3から5ユーロの入場料が課される。聖堂内は写真撮影も可能。毎年7月から8月にはポレッチ音楽祭が催され、 エウフラシウス聖堂でもコンサートが開かれることがある。日本人では伊藤麗アナが聖堂で演奏している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。